奈良盆地の地形図流を山城、北城本丸から見た奈良盆地奈良盆地は日本の奈良県北西部に位置する標高を100メートル以下の断層盆地を指す。山和盆地、山和平野とも呼ばれる。東西に約15キロメートル、南北に約30キロメートルの面積を持ち、岸型形を成している。またこの盆地を北から南へ流れる佐保川、富尾川など、 南から北へ流れる寺川、蘇我川、阿蘇川、高田川などは、いずれも大和川に合流し、清流して大阪湾に注いでいる。一般的には、盆地部の他に、八田丘陵、赤肌丘陵、京阪那丘陵、旨味丘陵などを含むことが多く、戦後は、奈良市中心部や大阪市、京都市などへのベッドタウンとして盆地部の人口が増加し、八田丘陵北部や、 赤肌丘陵や、旨味丘陵では、ニュータウンの開発がかなり進められた。京阪な丘陵の一部は京阪な各県都市の奈良県域として開発されている。これら丘陵地の一部には、天の川や木津川など、淀川水系に注ぐ河川もある。人口は、奈良県全域の86%にあたる、約120万人を占める。大阪湾の淡路島に近く、奈良時代までは、 旧山都国の平城系として、政治、文化の中心地であった。五世紀中盤には、盆地の最北端に、天皇一族の三笹である先立烈子墳群が、作られた。旧山都国のうちで、奈良盆地にあたる場所を、国中、山間部を山中とも呼ぶ。平城系は794年に、旧山城国の長岡京、その後は、平安京へ遷とされた。 ありがとうございます。